あれから2年、志願しなくを出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。移動からだ。一体機動装置で目標地点まで移動しろ。これができなきゃ話にならねえ。やってやる。ガスを吹かせば高速で動くことが可能だ。限りあるガスを有効に活かせ。戦闘中にガス切れになったらまずいもんな。ガスの残量に注意しておかねえと。一体機能をうまく殺さなきゃ巨人なんか相手にできねえぞ。小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。わかってるよ。他の奴らに負けたくもねえって。